宮城野原公園総合運動場。宮城野原公園総合運動場は、宮城県仙台市宮城野区にある運動公園である。公園内にある主な施設として、宮城球場、楽天生命パーク宮城と仙台市陸上競技場、広市新、ゴムアスリートパーク仙台がある。宮城球場は、プロ野球パシフィックリーグの東北楽天ゴールデンイーグルスの専用球場。 本拠地であるが、高校野球などのアマチュア野球もここで開催される。仙台市陸上競技場は、宮城陸上競技場という県の施設だったものが、仙台市に移管されたものである。この他に宮城テニスコートや、宮城相撲場がある。宮城県が公園内の施設を所有し、県の外閣団体である、宮城県スポーツ振興財団が、その運営及び管理を行っている。ただし、 宮城球場の管理及び運営については、都市公園法に基づく管理許可制度により、東北楽天ゴールデンイーグルスの運営法人である楽天野球団が行っている。また、仙台市陸上競技場については、仙台市の所有及び運営である。公園が建設される以前の宮城野原は、戦前に連平場として使われていた。この連平場は不定期に、 仙台宮城野原競馬場として利用されたり、児童生徒の運動会場となったり、また航空機の離着陸に用いられたりしていた。1888年、明治21年に、文部大臣、森有則の訪問を歓迎して行われた、連合運動会には、仙台の児童生徒約7000名が参加し、これ以後この連合運動会が、仙台の小学校の恒例行事となった。 1913年、大正2年には、白戸と之助操縦による、奈良原式5号飛行機、大鳥2 0 0号が、宮城野原を飛んだ。これが仙台における飛行機の初飛行とされる。戦後の占領機には、新中軍の2つのキャンプ地の間にあるという立地も、あって、新中軍が宮城野原に巨大な穴を掘り込み捨て場として利用していた。 宮城野原公園総合運動場は1949年昭和24年10月に宮城県によって寄港された。1951年昭和26年には多数の市民らにより終戦時に埋められた大砲塔が続々発掘され、鉄くずとして転売された。宮城野原公園総合運動場は1952年昭和27年10月に完成し、 同時に開かれた第7回国民体育大会のメイン会場となった。1990年、平成2年には全国高等学校総合体育大会、インターハイにも使用された。東北地方初のプロ野球公式戦が開催可能なナイター設備が設けられた宮城球場は、1973年、昭和48年から1977年、昭和52年にかけて、 ロッテオリオンズ、現在は千葉ロッテマリーンズの暫定的な本拠地として使用され、その後も毎年セントラルリーグとパシフィックグ合わせて10試合前後のプロ野球公式戦がここで行われた。しかし、完成から四半世紀を超えて公園内の各施設の老朽化が進み、宮城球場ではプロ野球公式戦の開催数が減少して、アマチュア公式戦の運営にも、 支障を来すようになっていった。宮城陸上競技場は1995年、平成7年に東北電力サッカー部を改組して発足し、JFL に参加したブランメル仙台、現在のベガルタ仙台の本拠地となったものの、照明設備がないため平日の試合もデーゲームで行わざるを得ないなど、数々の問題が生じた。しかし、施設の改修や増改築に対して、 都市公園法の規定が問題となった。都市公園法では、公園内の運動施設は総面積の50%未満と定められている。宮城野原公園総合運動場の施設面積は、同法が施行された1956年、昭和31年以前からこれを上回る、約52%となっていたため、施設をさらに拡充することができなかったのである。 1997年、平成9年、仙台市泉区に仙台スタジアム、現、ユアテックスタジアム仙台は完成し、ブランベル仙台は、本拠地をここへ移した。2001年、平成13年には、リフ町で整備が進められていた、宮城県総合運動公園、グランディ21内に宮城スタジアム、現、一目ボれスタジアム宮城は完成し、同年開催された第56回、 国民体育大会の主会場となった。宮城陸上競技場は当初、日本陸上競技連盟第一志向人の競技場に指定されていたが、宮城スタジアムの完成に伴い、第三種の指定に格下げされ、長らく都市公演法に任されてきたこの運動場だが、2004年、平成16年のプロ野球再編問題が大きな転換期となった。 当時のオリックスブルーウェーブと大阪近鉄バファローズが統合されるとに伴い、新規に一球団の参入が認められ、これに参入を表明したライブドアと楽天の双方が宮城球場を本拠地とする方針を明らかにしたのである。宮城県はこれに交応する形で、同年10月、県立都市公園条例を改正した。第三種陸上競技場の規定では補助グラウンドは、 不要であるため、補助グラウンドである宮城陸上補助競技場、敷地面積1万8000平方メートルを条例上の運動施設から削除する事務調整を行った。これにより、宮城球場を最大1万4000平方メートルまで拡張できるようになった。補助グラウンド跡地には、日本テニス協会公認の宮城テニスコートが、従来テニスコートがあった場所には、 球場の屋内練習施設が作られた。また、補助グラウンドの代替施設として、ウォーミングアップ用の直線走路が新設された。その後、宮城球場の運営管理は、プロ野球に参入を果たした東北楽天ゴールデンイーグルスに委託されることとなった。2004年、平成16年オフシーズン、2005年、平成17年オフシーズンの2回に分けて改修。 および増築が行われた。宮城県が宮城陸上競技場と赤字を生み続ける宮城スタジアムの2つの陸上競技場を所有し続けることが財政上の問題となり古い宮城陸上競技場の廃止論が県庁内で生まれた。しかし宮城スタジアムは交通の便が著しく不便であり仙台市内の高校陸上部の練習も宮城。 陸上競技場周辺で行われていることから仙台市が廃止に反対した。そこで2009年平成21年4月1日宮城陸上競技場は県から市に譲渡されて仙台市陸上競技場現広志新ゴムアスリートパーク仙台となった。2014年平成26年までは宮城自転車競技場があったが 国立病院機構仙台医療センターの移転用地となったため廃止された。テニスコートと仙台医療センターの間には、ドクターヘリの中機場、格納庫、給油施設があり、搬送時には医療センターから救急車で行動を移動する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。